医療法人沖縄特集会、宇和島特集会病院は愛媛県宇和島市にある民間病院である。医療法人沖縄特集会によって2004年4月に開設された特集会グループの300章の病院であり、宇和島市では私立宇和島病院に次ぐ病床数となっている。8階建てで付近には宇和島海上保安部、 水産加工会社倉庫上島運輸フェリーの上島乗船場所付近。裏は崖、隣は海、前は冷凍倉庫。港の側に病院が建っている。上島市内において病院の無料送迎バスを運行している。上島市の市街地より離れているところにあり、上島自動車のバスも他の病院に比べると、 便数もなく、病院の前までは走っていない。患者や家族はタクシー、または病院の送迎バスを利用している。非尿器科は2006年10月に発覚した患者間の腎臓の臓器売買事件の舞台になった。臓器売買事件とは、臓器移植法違反で逮捕された被告である男が、同じく被告である内縁の妻と共に腎臓を、 提供する女性に対し借金を取り消すことや金品を提供することを誓わせ、妻の妹と偽装して人造を提供させた容疑により、両名が逮捕された事件である。両名が逮捕された際に、宇和島特殊会病院が家宅捜索された。同年に、ドナーは書類送検、罰金刑と受け取った謝礼、車の没収、 同年12月26日に、レシピエント2名に、懲役1年、執行猶予3年の判決が出た。その際に、病気人の移植が公になる。捨てる腎臓の再利用、第3の移植との発言で、医療関係者、腎臓に病気を持つ患者に衝撃が走った。主に生体肝腎移植をメインに手術が行われているようで、死体からの移植は行われていないようである。 4名いる、瀬戸内グループの医師、万波誠が在籍。本人は、瀬戸内グループとは、誰が言ったんじゃと週刊誌で、グループ名を否定している。瀬戸内グループは、病気人の移植を、私立和島病院と呉れ京病院でも行っており、病気人の移植は34名に行われたことが、判明している。2009年12月30日、協力病院である、 広島県の呉れ京病院とともに病気人移植を臨床研究として再開した。2011年6月28日、生体人移植臓器売買仲介事件において、臓器売買によるドナーからの移植であることを執刀医が容疑者から知らされていたなどとして、臓器売買仲介事件の関係先として、家宅捜索を受けた。また、容疑者が半年間に二度も、 養子縁組していたことについて、同病院の倫理委員会は十分な説明を受けて、いないにもかかわらず移植を承認していたことが、分かっている。ありがとうございます。